こんにちは、翔吾です。突然ですけど、自分のチンチンの色って気になったことないですか？なんか他の人より黒かったりして恥ずかしいと思ったことある人いると思います。黒いのは個性ついてるからだよとか、やりまくってるから黒いんだよとか言う人いますけど、それって本当なんですかね？どうしてチンチンが黒くなるのか、その原因とこれ以上黒くさせない秘策を分かりやすく説明していきます。まず、チンチンが黒くなる原因ですけど、大きく分けて3つあります。悪い血流、男性ホルモンの影響、それから摩擦です。一つ目から説明していきますね。一つ目は血流。チンチンの色は血流で決まると言っても過言ではないんです。年を取ってくると血流が悪くなって色が黒っぽくなります。赤ちゃんの肌はピチピチしていますけど、おじさんになってくると肌が黒ずんでくる人見たことないですか？あれをチンチンにしてイメージしてもらえると分かりやすいと思います。なので、やりまくってると黒くなるっていうよりは、年を取ってくると血流が悪くなって黒くもなるってことです。やった回数とかは特に関係ないんですよ。2つ目は男性ホルモンの影響。思春期から男性の体の中ではアントロゲンやテストステロンという男性ホルモンが活発に作られて分泌されるようになってきます。この男性ホルモンの影響でヒゲが生えてきたり、声が低くなったり、がっしりした体つきになったりするんですね。それで、このアントロゲンっていう男性ホルモンが皮膚を黒くして外部の刺激から守ってくれるメラニン細胞を反応させて色を黒くするってわけです。このメラニン細胞は日に当たったりすることでも反応します。なので、日焼けをすると肌の色が黒くなったりしますよね。ああやって肌を黒くして紫外線の刺激から体を守ってくれてるんです。チンチンはメラニン色素が多いので、特に反応が起きやすく、他の皮膚と比べると黒くなりやすいんです。男性ホルモンが出て、メラニン細胞がそれに反応して、大事なチンチンを守らなきゃってことで色を黒くするってことです。チンチンを守ってくれてメラニンさん、どうもありがとうございます。チンチンが黒くなる3つ目の理由は摩擦です。コロンビア大学メディカルセンターの皮膚科医リンゼイ・ボゾーネさんによると、強い刺激で擦ってると、その部分の皮膚が分厚くなって、うっすら黒ずんで見えることもあるそうです。なので、脇とかも常に擦れているので、他の皮膚と比べて黒ずんでる人多いと思います。なので、擦ること自体は間違ってはいないんですけども、強い力で長時間擦ってる人は注意が必要です。では、これ以上黒くさせないためにどういう対策をした方がいいのか説明する前に、チンチンの色で悩んだことある人、ぜひコメント欄でどういったことで悩んだことがあるのかシェアしてください。なかなかこういうことって面と向かってシェアしづらいじゃないですか。なので、匿名のコメント欄でシェアをすると、実はこんなにいるんだと結構他の人も安心できるんじゃないかなと思います。では、これ以上黒くさせない方法ですけど、一番手っ取り早いのは強く擦り続けない。これは強化できます。強い刺激の癖がつかないためにも、ギュッと握って高速で擦るんではなくて、緩い力で優しく擦りましょう。それから、下着選びも要注意です。強く擦っていないっていう人も、下着の擦れ具合で黒くなったことがあります。トランクスタイプだとブラブラして、自分でも気がつかないうちに擦れているので、できればボクサーパンツのようにブラブラしないタイプの下着を着ることをお勧めします。乳首とかも同じで、擦れると黒くなってくるんですよ。それと、チンチンの黒さについて一つ注意をしてもらえたことがあります。もしも異常なほど黒い場合は、糖尿病を起こしている可能性があるんです。なので、黒すぎてちょっと心配っていう方は、一度泌尿器科に行って見てもらってください。とはいうものの、ほとんどの人はそこそこ黒くなっていて、それは何の問題もありません。100人いたら100通りのチンチンの形と色があります。どれが正解で、どれが間違っていることはありません。どんな色をしていても、しっかりと清潔にできれば何の問題もないので、安心してください。もしもあなたのチンチンを見てバカにしてくるような人がいたら、人の体を卑下するその考えの方が恥ずかしいですから。今回の動画役に立ったなと思ったら、いいねボタンを押してもらえると、動画作りのモチベーションがめちゃくちゃ上がるので、よろしくお願いします。それではまた次回、バイバイ。